募金お願い。ごめんね、急いでいるんだ。募金お願いします。弟が病気で手術にお金が必要なんです。おう、いいぜ。やったほらよ。こんなにいいんですか？ありがとうございます。久しぶりに募金してもらっちゃった。そういえばさっき見てたけど、あんまうまくいってないみたいだな、募金活動。そうなんです。頑張って声をかけてもみんな行っちゃって。まさか一人でやってんのか？両親は？手術のお金が必要だから。お父さんやお母さんは遅くまでお仕事してて。そっか、大変なんだな。だからお父さんやお母さんが来れない分、私が頑張らないと。それに、恵まれない子供たちのためにどうか募金を。募金お願いします。募金しちゃいます。ありがとうございます。あの人たちは私と違って、見ず知らずの子供たちのためにみんなでお金集めてるんです。それってすごいことだと思います。だから私ももっと頑張らないと。そうか、偉いな、お嬢ちゃんは。ちょっと場所を変えるか。え？闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。ありがとうございます。私、めぐみって言います。おじさんは？俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金。あの店の前に行くぞ。待った。ん？すまねえ。
店じゃ恐竜の肉のハンバーガーでも出してんのか？バカ、食えば恐竜みたいに元気になるって意味だろ。違うわよ、恐竜も追いかけ回すほどの美味しさって意味よ。そりゃ考えすぎじゃねえか。ハン・ジュンギ、あんたはどう思う？巨大なハンバーガーの出現に恐竜が驚いたといったところでしょうか。なるほど、親切だな。確かにあのハンバーガーが現れたら驚くわね。よし、それで行こう。え、これ何の話？そうか。いいぜ。
います。はい。ビビってんのか。私の番ですか。ほら来いよ。ほら来いよ。どうだ。ダメに訴えもありますよ。どうしようかな。してみろ。奥の手。私の番ですね。勝てると思ってるよ。ほら来いよ。かかってこいよ。くれくれ。頑張ります。来やがれ。上がってきなさい。見せてやる。えい。なめんなよ。俺の番。私が相手です。ほら来いよ。見せてやるよ。よし、うん、勝ちだ。ねえ。おい。うん？くそ。ねえ。え？ルッツ。私の番ですね。うん。
ほら来いよ。まった本気でやる。こいつでどうだ。強く。おい。よう、めぐみ。浮かない顔だが、なんかあったのか。あ、春日さん。あのね、いつもあそこでお金集めてた人たち、最近来ないんだ。そうか。お嬢ちゃん、ちょっといい？あ、募金のお姉さんとお兄さん。なさいよ。それじゃ。そういうことだから。じゃあ。ありがとうございました。あ、そうだこれ。いつもお世話になってるお礼です。そうか。ありがとな。今日も頑張ってるのね。募金してもいいかしら。ああ、とんでもないです。ありがとうございます。じゃあ俺はもう行くぜ。頑張れよ。はい。募金か。あまり深く考えたことなかったが、これからどこかで見かけたらまたやってみるか。本当に必要なやつかどうかよく見極めねえとな。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。やっぱ俺も若い子。でも年のせいかちょっと量きついかもな。もういい加減徳森も卒業か。なんだよ足立さん、老け込むのはまだ早いだろう。よし足立さん、
追加だ追加、もっと食おうぜ。老け込むのは早いとか言っといて、おしんこって。お、うまいな。口の中もさっぱりしてちょうどいい。昔は誰が頼むんだこれって思ってたけど、やっとわかったぜ。おしんこの良さがわかる年になったってことですよ、先輩。へっ、お前の先輩になったつもりはねえよ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。さすがに飲みすぎた。大丈夫か？あんまり調子よくなさそうに見えるが。あ、おじさん。全然平気だよ。ならいいけどよ。あんま無茶すんじゃねえぞ。うん。マー君のためにももっと頑張らないといけないし。おい、めぐみ。めぐみ。大丈夫か？あ。お父さん、お母さん、大丈夫だよ。それよりお金を集めないと。無理すんなって。ごめんね、ごめんね。今日はもう帰りましょう。今日はお母さんの言う通りにするんだ。うん。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。あなた、もしかして春日さんですか？な、なんで俺のことを？めぐみから話は聞いてます。親切なチリチリ頭のお兄ちゃんがいるって。そうか。おかげさまでお金も集まるようになったみたいで、本当にありがとうございます。もっと早くお礼にお伺いしたかったのですが。気にすんな。それよりめぐみだ。弟のためとはいえ、いくらなんでも頑張りすぎじゃねえか。実は家内とお金の話をしていたのですが、それをめぐみにも聞かれていたようで、自分が何とかしないとと思ったんだと思います。今日来たのも学校から連絡があったからなんです。最近めぐみが学校に来ないことが多いって。学校に行かず募金活動をしていたとは、親なのに気づいてやらなくて我ながら情けないです。あんたもあんま思い詰めんなよ。はい、ありがとうございます。ああ、もうそろそろ仕事に戻らないと。改めて今日はありがとうございました。それでは。めぐみがあんな状況だったとはな。なんとかしてやれることはねえもんか。えよ。あ、
え？それでは。ごめんなさい。はい。待った。ありがとう。
おい。それでは。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。ああ。すまねえ。どうも、春日さん。おお、やけに今日は元気じゃねえか。あのね、マー君の手術成功したんだ。これからお見舞いに行くの。本当か、よかったじゃねえか。うん、それでね、これこれ、マー君のためにお金をくれた人からのお手紙なんだ。おじさんにも聞いてほしくて。家族で互いを思い、支え合う姿に心を打たれました。このお金はほんの気持ちです。まさしさんのために使ってあげてください。今まで頑張ってきた以上に、これからは皆さんが家族の時間を過ごせるよう、陰ながら応援しています。だって、頑張ってきてよかったよ。ああ。本当、よく頑張ったな。弟の手術が無事に終わったってことは、もう募金活動も終わりか。うん、マー君のことを助けてもらった分、今度は私が他の人を助けてあげたいって思うの。だから募金は続けるよ。そうか、めぐみらしいな。きっとその手紙くれたやつも喜んでると思うぜ。あなた、そろそろ
ああ、もうこんな時間か。それでは春日さん、いろいろありがとうございました。おう、またな。おじさん、本当にありがとうね。え？それじゃあ。あいつなんだか初めて会った時よりも大きくなった気がするな。いい姉貴になるんだぜ。頑張れよ、めぐみ。